ダイナソーは恐竜をモチーフにし、オーディオアニマトロニクスを駆使したディズニーアニマルキングダムにある室内ライド型アトラクションである。ディズニーアニマルキングダムのディノランド、USA エリアに位置するアトラクション。旧ラインのカルノタウルスの化石ジープ型のタイムローバーディズニーアニマルキングダムのディノランド、USA エリアに位置するアトラクション。類似アトラクションにディズニーランドや ディズニーシーにあるインディ・ジョーンズ・アドベンチャーがある。キューラインは恐竜の博物館兼研究所を模したものとなっており、巨大なカルノタウルスの全身骨格の化石のレプリカや古代生物の化石が見られる。開園からしばらくは絶滅へのカウントダウンとして営業していたが、2000年に映画ダイナソーのプロモーションのために現在の名前に改められた。なお、オープン当時、 アトラクションの前には、スティラコサウルスの模型が飾られていたが、上日の解明時に、イグアノドンの模型に置き換えられた。イマジニアのジョーロードによると、アトラクションに登場する肉食恐竜のカルノタウルスは、機械の全てを入れなければいけなかったため、実際のサイズよりも大きく作られている。恐竜研究所に向かったゲストはジープ型タイムマシン、タイムローバーに乗って、 アラダーと名付けられたイグアノドンを救出するミッションを依頼される。6500万年前のジャングルで、スティラコサウルス等の恐竜に遭遇するも、隕石が衝突するまでの時間は限られている。ゲストは、カルノタウルスや、抑留の襲撃をくぐり抜け、救出ミッションを達成しなければならない。ありがとうございます。